こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 未成年の孫への贈与は有効というテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。父の相続税対策として生前贈与を考えています。生前贈与のルールが変わりそうなので、私の子、父からするとお孫さんですね、への贈与もしてもらいたいと思っています。ただ私の子供ですね、まだ未成年なのですが、この贈与というのは可能でしょうか。こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。そもそも贈与というのはですね、これ契約行為なんですね。契約行為のため、贈与者のですね、あげますっていう意思表示と、受贈者、これもらう側ですね、のですね、もらいますという意思表示、これがですね、合致して初めてこの贈与契約というのは成立するんですよというものになっております。じゃあですね、この受贈者ね、もらう側が未成年の場合はちゃんとこの意思表示ができるのかっていうところが、ね、ちょっと疑問に思うかもしれませんけれども、受贈者が未成年の場合ですね、親権者が代わりに契約すればいいということになっております。これは民法ですね、民法の824条の中に書いてあるんですけども、親権を行う者はですね、この財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表しますよというふうに民法上書かれておりますので、なので親権者がですね、代わりに契約すればいいということになるわけです。でさらにですね、これ平成19年の採決事例の中にですね、このようなですね、文章が書かれております。未成年の子に対する贈与契約は、親権者が受諾すればですね、契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると返されるというふうに記載されております。贈与の事実をですね、知っていたかどうかにかかわらずなんですよ。ですから、これ意思表示が全くできないとかですね、この事実っていうのを認識できない乳幼児に対する贈与であったとしても、これは可能ですよと。いくら赤ちゃん、赤ちゃんだとしたとしてもですね、それは贈与としては成立しますよということになるわけです。で実際にですね、この契約書、契約書の契約者名ですね、契約者名のところにちゃんと書いてくださいね。子供の名前、子供の名前書いて、上記法定代理人ということで、お父さんの名前とかお母さんの名前っていう形で親権者のね、お名前と印鑑を押すっていうところですね、ここを忘れずにですね、やっていただければと思います。でただしですね、ただし受贈者が贈与の事実を知らないままですね、知らないままそのままね、その贈与した人が相続を迎えてしまうと、名義預金って言われる可能性があるんですよ。名義預金って何かというと、名義はそのね、その人の名義なんですけれども、入ってるお金はそのお金を入れた人のお金なんじゃないのと、つまり贈与が成立していないんじゃないのというふうにこれ疑われてですね、これ相続財産だと言ってですね、相続税が課税されるというですね、ことになりかねないんですよ。なのでしっかりとですね、しっかりと成年になったら、その、お子さんお孫さんが成年になったらですね、通帳とですね、印鑑をちゃんと渡して、ね、自ら管理するように伝えるなどの対応が必要なんじゃないかなというふうに思います。